そうなんですよ。私ここ大好き、このエリア。そうですよね。ここはですね、古い町並みも残りつつ、今若者たちが入ってきて、おしゃれなバーですとかカフェ、美味しいパン屋さんとかをオープンしまして、今注目のスポットになっております。その中にあるサービスアパートを今日ご紹介したいと思います。私ここの上住めるんじゃないかなって気になってたんですけど、はい、まさにこのビール屋さんの上にお住まいいただけるサービスアパートがございます。やった！よろしくお願いします。はい、じゃあ行きましょう。レッツゴー。市倉さん、何ですかこれ。私ここの上がこんなにビューがいいところだなんて全然知りませんでした。そうなんですよ。ここの売りは何といってもこの景色、うん、目の前が空いてますのでカオルン川が一望できます。ビクトリアハーバーもすっごいよく見えて、うん、なんだ、橋まで見える。あれは多分、うん、キンガーブリッジだと思う。違うかな。橋大好きだから私、うんうん、でもそうだと思う、うん、クルーズコンテナ船もねすごい行き来してるのが、海の上にあるのがすごいよく見えて、夕日もこれいいですね。これから時間がもうちょっと行くとどんどん日が下がって、はい、ここで夕日を見ながらちょっと一杯なんていいんじゃないですかね、うん、でも下で飲むかここで飲むか悩みどころですね確かに確かに、うん、お正月には花火も一望できますので、非常に景色がいいです、うん、すごく眺めもいいけどお部屋の居心地も良くて、家具もなんかすごく素敵なのがもともと置いてあるので、うん、いやーこれは引きこもっちゃいますねなんかね、テレビも Apple TV があって iPhone とか持ってると、うん、iPhone のもの全部こう送ってテレビで見れるんですよね、確かね、そうですね、うん、はい、すごい便利、はい、で、入ったらすぐちゃんとキッチンもあるし、うん、風呂場がすごい可愛いんです、この部屋は。バスタブも非常に豪華に作ってありますので、水回りもゆったりご利用いただくことができるんですね、うん、レンガ違う、タイル、うん、タイルとかすごい可愛い、うん、今まで香港の中で見たバスルームで一番かもしれない。そう、可愛い、ホテル覗くだけど可愛らしいですよね。すごい可愛い。床がね、黒いのもちょっといい感じです、うん、とベッドルームもね、後ろの方にはそうなんですけど、結構なんか広々としたお部屋ですよね。こうリビングのほうがベッドルームがあって、はい、ちゃんとバスタブがあって、はい、そうですね、うん、こちらででも500スクエアフィートありますので、うん、まあ、約46平米ぐらいの広さですから、うん、ゆったりお過ごしいただくことができると思います。ベッドルームのなんかもう家具も可愛いですね。あのうさちゃんのランプとか、はい、壁に飾ってあるものとかもいちいち素敵なので。そうなんです、一つ一つの小物がとても可愛らしいアニマルが書いてあるんですね、うんうん、ここは女性の方はお喜びですし、はい、男性もこう、なんて言うんでしょう、センスのいい方とか感度の高い方は、うん、すごいいいんじゃないかしら。はい、そうですね。あの、皆さんに人気の物件になっております。うん、サービスアパートメントでしたっけ？そうなんですよ。うん、はい。ということは、お掃除とか、はい、理念交換とかも入ってますか？はい、そうなんです。お家賃の中に、光熱費、うん、インターネット代が含まれております。また、お掃除は毎日していただくことができるんですね。いいな、はい、理念の交換は週2回です。あ、それもいいですね。はい。どのくらいなんですか？なんとこちらでお家賃が3万8000ドルからご紹介させていただくことができます。納得のプライス。はい、うん、すごいな、このビューですしね。そうなんです。いや、私はもう今日ここに来れて大変幸せです。はい、ぜひ満喫していってください、うん、
あとあれでしたっけ、このあともう一軒、はい、系列のお部屋を 見ることができるんでしたっけ。はい、そうなんです。実はですね、去年新築のビルが2棟この隣に建ちまして、そこはもう少し広い2ベッドルームのお部屋なんですが、そこもこれからご覧いただくことができます。じゃあそちらも楽しみにしてます。よろしくお願いします。はい、じゃあぜひ行ってみましょう。はい、こちらが先ほど申し上げた去年建ちました新築のビルになります。2棟建っておりまして、ワンフロアでなんと1世帯しかないというような贅沢の作りになっております。すごい贅沢。そして中が広いんです。お部屋はさっきより全然広いですね。そうなんですよ。こちらは2ベッドルームで、1046スクエアフィート、約95平米の広さになっております。斜めはね、さっきのようにシービューだし、はい、ワンフロアに一部屋だから窓がすごく多くて明るいですね。そうですね、光がかなりたくさん入ってきますので、うん、明るくお住まいになっていただくことができるかなと思います。ちょっとお部屋の方も見ていいですか。はい、はい、もちろんです。ではお部屋一つずつ見てまいりましょう。はい、はい、こちらがメインベッドルームになります。マウンテンビューになりまして、正面にはなんとあのタイガーバームガーデンも見えるんですよ。でも私はその手前のこの来宅中の方が気になります。あの団地好きにはたまらない丸い団地です。で面白いですよね。そう、面白いんです。で、特徴的な建物の下の一段下の方にはリンファー店舗があって、恋愛の神様ということでパワースポット地としても紹介されたりしています。お部屋の方はあれですね、テレビがあってダブルベッドがあって、はい、小物も大変可愛らしく飾ってあります、うんうん、あと収納もたくさんついておりますので、こっちの側面の、はい、影の方にありますね、はい、ウォーキングクローゼットのような形でご利用いただくこともできるので、うん、大変便利にご利用いただけます。あとあのベッドの下も収納になっておりますので、普段使わないものもそこに入れておいていただくことができます。やっぱり2面窓があると明るくていいですね。そうですね、さっき申し上げたようにワンフロア1部屋なので、1、2、3面全部窓が、うん、ありますから、光が入ってきて非常に明るくお過ごしいただくことができます。もう一つのベッドルームはあれはお子さん用になりますかね。そうですね、ベッドが2つありますので、うん、お子様が1人とか、ちっちゃいお子様だったらお二人ぐらいいらっしゃっても、うん、一緒にお住まいになれますし、あとはご家族が日本から遊びに来た時、お友達が遊びに来た時もご利用いただけると思います。またあれですね、トイレも広々としてて清潔感があって、そうなんですね、いいですね、はい、水回りがゆったり使えるのがここも特徴になっているかなと思います。うん、フィットネスジムとかは先ほどの建物も使えるんですか。そうなんですよ、この新築の2棟にはフィットネスがないので、先ほど見ていただいたフィットネスジム、あとランドリーコーナーも無料でご利用いただくことができるんですね。ラウンジももちろん、ラウンジももちろん、はい、ご利用いただけます。じゃあなんか逆にこう建物が違うから、こういい気分転換というか、ちょっと気持ちを入れ替えるのとかにもいい感じがしますね。うん、そうですね、うんうん、はい、こちらはでもだいぶ広くなったので、はい、なかなかですか。そうですね、こちらはちょっとだいぶ広い1000スクエアフィート以上ございます。スクエアフィートか、はい、95平米ぐらいございますので、うんうん、お家賃的にはなんと6万4000ドルからご紹介させていただくことができます。
ちょっとこうなんかね、会社の方で比較的ゆとりあるかもみたいな方は、うん、ぜひこういった、なんて言うんだろう、贅沢な、そう、贅沢な物件、ラグジュアリーな物件、あとここじゃないと見れないような景色が見れる物件っていうのは、うん、選んでいただくといいかなと思います。そうですね、はい、だいぶ夕日の時間にもなってまいりましたので、うんうん、はい、それでは気になる方はぜひ市倉さんにお早めに連絡を取りになってみてください。はい、ぜひご連絡ください。それでは8銀ごきげんよう。